こんにちは。引き継ぎ教室ルリーロ松本千恵です。今日は私 の着物周りの収納ですね、どんな感じでしまっているのかっていうのをちょっとご紹介してみようと思います。着物って基本的にぺったんこに畳めるんですけれども、それでも増えてくると収納場所ちょっとね必要になってきたりします。あと帯とか小物なんかの収納もお見せできたらいいかなと思っています。ではどうぞ。はい、まずは着物です。私着物は大切な第1軍第2軍と分けてまして、第1軍はもちろん霧のタンスの中に入っています。でこのタンスもですね、入れる順番がありまして、一番下が小紋や紬ですね。で一番上がまあお持ちの方は留め袖とか、私の場合は振袖が入れてあります。タンスの構造上、一番下の引き出しを引いてこう押すと空気が回りますので、一番下によく使うものを入れて、一番上に頭にしか使わない大切なもの、喪服とかですね、黒留め袖とかそういうものをしまっておくといいですね。私の場合は下から、一番下が紬とか小紋、その次、その次が、色無地とか、まあ、大切にしているアンティークの着物、その上が訪問着、付け下げで、一番上に振袖を入れています。もう本当はね、こんなに実はパンパンに入れちゃダメで、もうちょっと余裕がある方がいいんですけれど もう、ね、ちょっと収納がマックスなんで、結構入れれるだけ入れている感じでございます。続きまして、2軍の着物たちはですね、レッスンに使ったりとか普段のお出かけによく使ったりするものたちは、押し入れの中にプラスチックのケースに入れてしまっています。まあ、着物って湿気とかを嫌うので、まあ、ずっとしまいっぱなしの人はこういうしまい方よくないんですけど、頻繁にね使う人は空気も入るので、こういう使い方でもしまい方でもね大丈夫かなと思います。今のところ別にこれでカビが出たとかですね、そういうことはないんですよ。まあ、頻繁に開け閉めしてますのでね、はい、こんな感じでございます。奥行きによって畳み方変えたらいいと思うんですけれども、私の場合は着物は3つに折って、ケースに入れるとぴったり収まるので、そのように畳んでいます。無印のケースです。あんまりね深すぎるやつ選ぶと下のやつが取り出しにくいので、そんなに深くなりすぎない方がいいかなと思います。こちらは袋帯の収納でございます。袋帯で、まあ、ものすごく大切なものとか刺繍がすごいものはねタンスに入れてるんですけれども、レッスンで使うものとか、まあちょっと丈夫そうなものとかですね、普段使いのものはハンガーに吊るしております。こんな風にハンガーに吊るしておくと、探す時も探しやすいですし、場所も取りませんので、割と便利かなと思っております。名古屋帯はねちょっと形的に引っ掛けるの難しいんですけれども、袋帯は形がね折りたたみしやすいので、こんな感じでの収納もありかなと思っております。ちなみにこれ押し入れの上段に突っ張り棒みたいなのをねつけまして、そこに、ハンガーを引っ掛けております。はい、続きまして半幅帯でございます。半幅帯はですね、こんな感じで縦収納ですね、縦型収納でございます。取り出しやすいですし見やすいですし、これが一番量が入るように思いますので、こんな感じで並べております。私多分ね
半歯防備の量少ない方だと思うんですよね。みんな結構半歯防備が増えていくっていうんですけれども、お茶のお稽古をやってるせいか半歯防備好きなんですけどね、あんまり数が増えていかないので、まあこれぐらいで収まってるかなっていう感じでございます。これも同じく無印のケースに入れています。高さが24センチだといい感じで半歯防備が縦にしまえました。はい、こんな感じです。でこれはこういう感じでケースは押し入れの中に普段はしまっております。押し入れの中ですよ。はい、続きまして帯揚げでございます。帯揚げはね、これが正解って自分の中でも思ってるわけじゃないんですけども、これまた無印のこういう引き出せる箱の中に入れています。まあ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 見やすいのでちょっとこれ使ってるんですけども、なんかもっとねいい収納の仕方がないかなっていうのは常に考えているところです。だんだんになって薄い書類ケースとか使われてる方とかいろいろ拝見するんですけども、自分のところの収納スペースと合わせて何がいいかなっていうのは常に考えてますね。私の場合押し入れの中にしまいたいので、こう外に出しておかずこう持ち運べてしまえる形がいいなと思っているので、こういうね引き出し式のものに入れてるんですけど、うん、これはねまだなんかすごいこのしまい方が気に入ってるとかじゃないので、今後も改善の余地ありかなと思っております。はい、次は着付けの小物です。着付けの小物はこういう一升瓶が入るトートバッグにまとめて入れていまして、紐類とか帯板とか帯枕を入れています。これだとですね、クーラーの下に持ち運んでできるとかそういうこともできるので、小物類はこういう持ち運び可能なものに入れております。こんな感じですね。すっぽり板とかも入るので重宝しております。でその中にも紐はこうまとめて入れたりしていますね。結構これ長年使ってますが、このスタイルで落ち着いています。はい、これ帯留めの収納です。たまにレッスンでね帯留めの付け方とか生徒さんに言うので、何か見栄えがいい出物ないかなと思って探してまして、三部紐と帯留めをこんな感じで入れています。これはIKEA で見つけた、なんて言うんでしょうね、こう重ねられる箱なんですけれども、まあ、もっと、収納しやすいものがあればまた買えるかもしれないんですけど、今のところですねこれに落ち着いてるという感じでございます。割と帯留め自体も見やすいですし、この片方はねこう仕切りがあるんですよね。仕切りがあるんですね。で片方は仕切りがないので、そっちに三部紐を並べて入れています。こう使うものを一式同じところに並べれるので、これはこれで非常に、いいかなと思ってます。ちょっとね重いのが何なんですけどね、その辺に置いといても見栄えも悪くないので、こんな感じで、はい、これ帯留め帯締め収納三部紐専用の箱にしています。